こんにちは、バーン編集長広瀬和夫です。バーン12月号関東大特集はキス、最後の、これが本当に最後の来日となるキスの、ね、来日直前のジーン・シモンズとポール・スタンレー2人にそれぞれ最新独占インタビューを行っています。最後の来日です。これが本当の最後ということでね、まだチケット買ってない人後悔しますから、ぜひ行ってください。そしてですね、今回、キスの他にですね、50周年コンサートを地元ボストンで行ったエアロスミスのリポート、写真もたっぷり載ってます。さらにですね、還暦を迎えたマイケル・モンローがオリジナルハノイロックスの再結成も果たしたという、この地元ヘルシンキでのインタビューの、ごめんなさい、ライブリポートもあります。そしてですね、大事なお知らせ、伊藤清則の遺言、12月5日開催です。今回は、会場での観覧も可能です。そしてこちら側、菊栗雅彦さんの6コマンガ2も書籍化されています。ぜひ買ってください。そしてですね、アイアンメイデンの全米ツアーのリポート、今回ですね、前回は戦術リリース前に、アメリカを訪れてましたけども、今回は戦術からの楽曲も入っているということですね。エディがね、こういう感じですね。ね、リポートを読んでください。そしてですね、あと、モトリークルーとデフレパードダブルヘッドライナー、これの全米ツアーの模様をリポートしています。モトリークルー、そして、デフレパードもね、こちら、デフレパード、はい。そしてですね、5年ぶりになりますかね、新譜を出したニッケルバックのインタビューも載っています。といった盛りだくさんのバーン12月号、絶賛発売中です。よろしく。